馬っていうのは本当にたくましい動物だなって皆さん感じるかもわからないけれど、その反面非常に脆い動物でもあるんですね。たくましく脆い、そして一生懸命生きる動物だと思います。馬という生き物が持ってる明るさ、その存在感っていうものが、馬を好きな人間が感じるものだと思いますね。感性のない人は何も感じないと思うんですよ。そういう馬の持った妖精というのが人間に、語らずともオーラとして伝わってきて、草の上で馬が生活している様子を見れば、たくさんの人はやっぱりそれをこう癒しというか、自然回帰というか、ほぐれていくんじゃないかなって思うんですけどね、鹿児島県、南九州が持ったこの土地柄の明るさ、土地から与えられる印象っていうのがパワーをもらえるような気がして、この鹿児島県の、霧島山系でね過ごしてもらうというのは物理的にもいいんじゃないかなと思います。馬に恩返しをしたいなということでこれを始めたんですけれども、引退馬というものにだんだんこう目を向けられて、みんなが来て癒されるというような、喜んでもらえるんであればこれほど嬉しいことはないですね。